三角三角。何？またホットドッグ？図書館に来るといっつもそれじゃないか。たまにはまともなもん食おうぜ。いいんだよ、人が多いところの方が。昼飯ぐらい何食ったって死にゃしねえよ。ここ一週間ばかり君はおかしいよ。なんかビクビクしてるみたいだ。別にビクビクなんか。いいよ、それじゃあ寿司でも天ぷらでも食いに行こうじゃねえか。すぐムキになる。ったく、子供なんだからな。じゃあラーメン食いに行こうぜ。お前のまともなもんってのはそういうもんかよ。迷うな。どれも美味しそうだな。どれにしようかな。ねえ、まだなのお兄ちゃん。僕お腹ペコペコなんだけど。もうちょっと待ってよ。よし、決めた。すみません、注文いいですか。はい。味噌バターチャーシュー麺大盛りと餃子、あとチャーシューライスください。どんだけ食うんだよ。しかも肉だらけじゃないか。まだ育ち盛りだから。諦めが悪いな。俺は醤油ラーメンのハーフとハーフライス、あとサラダとダイエットペプシ。かしこまりました。いつも思うけど、そんなんでよく足りるよな。もうちょっと食べなよ。僕の餃子2つあげようか。いらねえよ。いいだろ別に、太りたくないんだ。お待たせしました。おお、美味しそう。いただきます。本当にそれ全部食うのかよ。見てよ、ラーメンに生野菜が乗ってる。日本じゃ見たことないな。へえ、サラダみたいで体に良さそう。どこがだよ、塩分と脂肪と炭水化物の塊だぞ。見てるだけで胃もたれしそうだ。そう？高校の時はこれの後に夕飯食べてたよ。君のはランチじゃなくておやつだ。やっぱり餃子あげるよ。はい。だからいらねえって。年上の親切はありがたく受け取っておくもんだよ。そりゃご親切にどうも。おい、お兄ちゃん、お礼にこの茶色いガムやる。取ってくれよ。ガムって、それはメンマだよ。食べなよ、うまいぜ。ガム食ってるみてえで嫌いなんだよ。大雑把な日本人の舌とは違って俺はデリケートなの。すきやり。よっ、うまい？お前食わず嫌いは良くないって、アッシュ？今度はなんだよ、忙しいやつだな。なんでライスの上に麺を乗っけて食べるんだ。普通ラーメンライスっていうのは麺を食べ終わってからスープにライスを入れるもんだぜ。どっちだっていいだろう。腹ん中入りゃ変わんねえよ。前から思ってたけど、アッシュすするの下手だよね。遅いしこぼすし。うるせえな。麺をすするなんて文化の方がおかしいんだ。仕方ねえだろ。そりゃ悪かったね。美味しかった、ごちそうさま。大食いの上に早食いかよ。お前将来絶対豚になるぞ。ちゃんと運動すれば大丈夫だよ。あ、帰りにアイス買って帰ろうぜ。まだ食うのかよ。しょっぱいものの後は甘いもの。さあボス、とっておきのショップに連れてってくれよ。早く早く。さ、わかったから押すなって。たくね、何味がいいんだ。チョコレート。ならあの店だな。じゃあ行くか。おー